カザネと大川美穂とももいちごの予告がしたい。この時間は各週金曜日に配信している私たちの番組、女子会のリデーラジオがしたいの予告番組です。12月9日金曜日の配信の中身をちょっとだけお話します。今回の配信では刺激が足りないんじゃない、不満か、何なんだピリリと聞く何かが欲しいのかい。いや平穏が一番よ、もちろん、うん、って口では言ってるけど、うん、心は刺激を求めているということなの。心というか体、口がね、口が刺激ックス、口が、うん、お口が。この間どうしてもミラノ風ドリアが食べたくて、あるある、そういう時、いや私すっごいタバスコかけんの、タバスコかけるよ私も。もうぶち飛んじゃったわよ。いやなくて、タバスコなんかすっごい混んでて、なくて、うん、でもそれでも美味しくいただいたんだけど、うん、でもやっぱり刺激が欲しいなと思って、なんかちょっと今度もう一回リベンジしようかなと思って、うん、でも基本的に痺れたりとか、うん、痛いとか好きだから、うん、あ、その自分が用意してるものでってことだよね。不意のものは嫌だってことだよね。あ、そう、不意のものは嫌なの、私が与える打撃とかは。打撃それは嫌だ。私の欲しい時にくれるんだったらいいよ。ああその時は言って、うんうん、やるわ。本当今よって、今よ。どこ叩いてくれるの、一番痛いとこはどこだ、一番痛いとこ狙うの。陣中かい、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 鼻の下はやめて、やだな、ここ急所じゃん、痛いな。どっちがいい、空手と柔道どっちもいけるよ。強い。強いよ。どっちが痛い？痛み。そりゃあ、どうなんだろうか。でも虎に会った時にさ、鼻とぶっただけって言うからさ。ああそうだね。陣地はね、なんか死と直結してしまうからね。うん、危ない。歯が折れちゃん。歯折れるだけで済んだらいいよね。あ、なんかもっと不幸なことがあるの？死。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 刺激だね。いやいや、そういう刺激じゃないね。辛さとか、その何、ビリビリ感、ビリビリ感とか。外じゃ、外部じゃなくて内部っていうことなのね。まあ美味しいものがまあ必要よね、その中には。やっぱりあのこの間あのカレーを作ってた YouTuber の人がいたんですけど、うん、なんとかのお花の、うん、なんかこう香辛料だけど毒成分があります、うん、なんとかの実のなんとかの香辛料、うん、このヒントはないな。でも毒成分ありますみたいなね、うんうんうん、そのピリピリ感も楽しんでうまいみたいなやつあったから、やっぱり刺激、それは致死量ではないってことか。食べちゃもまあ毒だけど問題はないっていうこと？ない。トリカブト的な？いやーそう。それ危ないの？ダメじゃない？いやダメだと思う。うん、多分ちょっとでもダメだと思う。ちょっとでもダメよ。危ない。危ない、怖いわ。だからその刺激と美味しいとか欲望。紙一重。そう、欲望、痛みと快楽は紙一重。ん？そのドキドキ感みたいなこと？ああそうかも。なんで人間ってそんな危ない橋を渡ろうとするのかしら。いやだからさ、うん、最初にさウニとか食ったやつがいるんだよ。だってさ、まあ、あれ、まあ、あんなの食べようとしないでしょ。トゲトゲな、そう、ナマコとかね、あいけるかなって思っちゃったもんね。あ、じゃあもうどうなってもいい、もうだってもう死にたいんだ、死にたいんだよっつって、うん、うわって食べたらうまいってなっちゃう。そうだよね、だって何が潜んでるか分かんないじゃんね。そうなのね、味は美味しいかもしれないけど、うんうん、その後とかね、フグとかもね、そうだよ、そうだ、だってあんなにダメだっつってんのにさ、なんとかして食おうとしてるじゃん人間は。うん、うん、そう、あと牡蠣ね、牡蠣ね、当たるっつってんのに、もうみんなさ怖い妖怪みたいになって食べるじゃん、オイスターバーとか行くと、まあ美味しいね、怖いよもう本当に。え、なんで、美味しいじゃん。いや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 、だって怖い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 、当たるんだから。当たったことないって。私も牡蠣は当たったことない。うーら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 ーって食べるみんな、牡蠣食べるみたいな。いや美味しい、怖ーっ
と思ってどんなお店が入ったんだよ。あとほら今はダメだけどほらあの昔馬刺し、馬刺し、馬刺しは大丈夫でしょ。大丈夫なんか生肉とかってこと、生肉ユッケとか、ユッケとか、うん、なんかあたあれレバ刺し、うんうん、そうだね、うん、今は煮沸かないとダメだ、ね、うん、ダメなんだけど、うん、あれがもう食べられませんよってなった時に、うん、レバ刺し会みたいのやったけど、みんなもうすするように食べてたよレバ刺しを、あ生肉をアホみたいに私はちょっと生はダメだから、うん、全部焼いてったけど、うんうんうん、肉を殺すって死んだ肉をさらに殺すっていうお肉に対して一番ひどいことするんだ。生が一番うまいんだみたいな人いるからね。なんでも生がいいそうなんですけど、ね、まあ、でも食べられないって思っちゃうその味が美味しさにつながるんじゃない、その人たちは、うん、食べられないから食べたいみたいな、うん、禁止されると余計食べたい、それなんとかの効果って言うんだよね確かね。禁止されると余計したくなるみたいな、高速みたいなやつやね、うん、あじゃあ、例えば、浮気しないでねとか、うん、お店もダメ、キャバクラもダメ、私以外の女の子と連絡しないで、うるさいな、ほらそういうことです。さあ番組が聞きたくなったあなたは温泉プレミアムで配信中の女子会乗りでラジオがしたいをチェックしてください。